あんたはここからはサスケ君一人で行ってください。イタチさんの命令でしてね。わかった。正体で動いていたのはもともと一対一に邪魔が入らないようにするためだからな。星が聞きサメ、そして大東サメ肌。おお、見違えましたよ。大きくなりましたね、水月。暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな、キサメ先輩。お兄さんと違いやんちゃですね。あの小僧よりはマシにその大刀を扱うようですね。そりゃこっちも同じ、切るんじゃなくて殺すのさ。ザブザより上だと言ったのは取り消しますよ。くらえ。今のは惜しかったでしょ先輩。チャクラがここまで消耗するほど使っていないはずなのに。私のサメ肌はチャクラを削り食らう。もっと賢いかと思っていましたが。私はもう終わりにしろ。お前は絶ち、暇つぶしじゃねえよ。それでは終わったのですね。ああ、決着がついたよ。